屋根と車輪のついた、波状土、波状土、工場土、または、昇格とは、縄文や城壁を破壊し、突破することを目的とした、工場兵器。丸太状の物体を垂直にぶつけることによって、その衝撃で対象を破壊する。カタパルトと並んで、古代より用いられた古い兵器の一つでもあり、大砲が工場兵器の主流となる中世後期まで。 歴史的にかなり長い期間用いられた。シュトルムボック最も初歩的なものは木を切り倒して枝を添ったものを数人から数十人の不評が両側から抱え持ちと信し何度も縄文にぶつけるものである。通常は素早く門や壁に取り付くために専用の荷台で運搬し接近後に昇格を持ち上げ使用した。その後より洗練された形として 昇格を釣り金の種目上に固定した構造を持つ者が登場し、車輪付き2台と組み合わせることで移動速度と威力を高めた。しかし、これだけでは防御側による髪型からの攻撃に非常に弱いため屋根を持つ構造のものが登場する。これが現代によく知られる波状土であり、屋根そのものが昇格を吊るす構造と一体化することとなる。また、 単純な屋根では、矢は防げても、石などの落下物の衝撃には依然弱いため、頂点が鋭角の三角形状で、なるべく落下物を反らせる構造のものが用いられた。加えて工述するように火矢などの攻撃から守るために、湿った被覆剤で覆うのも一般的であった。なお、昇格がなく、屋根と移動のための車輪だけといったものもよく、用いられた。 壁を直接崩すのではなく、下に穴を掘る、あるいは掘りを埋めるといった工作作業のためにも、屋根によるシェルター構造は非常に有用であり、これら屋根構造を持つ兵器は、昇格の有無に関係なく、猫と呼ばれた。また、衝撃の威力を高めるのと同時に、昇格を補強する目的で、その先端に金属が被せられるのも一般的であった。 古くからは、通常の防御手法と同じく、弓矢や石などの落下物による攻撃が定石であった。屋根を持つ構造となった後も、耐久性の観点から依然として石などの重量物の落下攻撃は有効であり、また、火アやギリシア火薬といった燃やす攻撃も取られた。また、昇格による門や壁への衝撃を緩和するために、 厚手の布などを間に垂らして守るという方法もあった。十字軍遠征においては、イスラム側は先にフックをつけたポールを使って、そのフックを波状槌の屋根に引っ掛け、ひっくり返すという手法を編み出した。これは大波状槌の手法としては非常に効果的であり、十字軍後の欧州ですぐに用いられるようになった。また、城閣の構造として、城門と底への通路を、 直線上に配置しないことは、進行方向の変更が苦手で、原理上垂直に取り付かなければならない、波状土にはとりわけ有効だった。バタリングラム古代アッシリアの軍隊で用いたものは、丸太の一端が軸で固定され、補強したと端を人力で高く持ち上げては落として、縄文や城壁などにぶつける方式のものがあった。中国では、勝者があり、日本初期、 天智天皇即位前期十二月上には、東軍が高来に対し、雲者や勝者を用いて攻めたという報告があり、古代から日本でも認識は見られる。日本の戦国期では、総立牛を縦向きにし、その中に土を乗せ、用途に応じて、吉光と呼ばれる、波状土とした。用途に応じて、波状土となる、工場兵器として、天立もあり、車輪付きの大立だが、 盾の上辺にも、車輪を備え、縄文まで来たところで、盾を底として倒し、この上に土となる材を置き、波状土とした。天盾と同様の兵器は、軍法極秘伝書内にも記載され、車セーという名称で、2回ほどの大型盾ゆえ、鎖付きで、これを用いてゆっくり倒す、または起き上がらせる構造になっている。このか海国兵団には、波紋材と呼ばれる。 土自体に車輪を備えさせ、左右には持つための縄を複数つけ、先端を鉄で折った波状土が紹介されている。代用品として金細胞が使われることもあった。現代ではスワットなどの特殊部隊がドアを破壊するために1名から数名で使用できる波状土を用いることがある。欧米に多い内開きの玄関に対してのみ有効で、外に開く日本では使えない。 英語ではバタリングラム、ドイツ語ではアインマンラメなどと呼ばれている。レーセオン社ではセルトという火薬の力で衝撃を与える救助用工具を開発しており、レスキュー隊が建物へ侵入する穴をコンクリートの壁に素早く開けられるとしている。ありがとうございます。